はい、こんにちは、青と申します。今からスマホアプリ天下百剣山の実況を始めていきたいと思います。先日今画面に映っている討伐特務歳末の禍根水地最終戦仕様の攻略法紹介及び解説の動画を出させていただきました。ご視聴していただいた方誠にありがとうございます。今回は視聴者様から水地最終戦仕様を因縁ある雨の幅切りで倒してほしいとの要望がありましたので、せっかくなので極級レベル100の水地を倒していこうと思います。ただ雨の幅切りが強すぎるので少しだけ縛りを設けました。まず雨の幅切り一振りで戦うこと、次に装備技はなしとすること、奥義は使わないこと、この3点を縛って戦っていこうかと思います。総合力は 12,318 となっています。それでは行きたいと思います。はい、戻ってまいりました。見ていただいたように水地の行動パターンそのものは単純です。そのため慣れてさえしまえば同じことを繰り返すだけでクリアすることは可能です。今回は浮遊持ちの雨の幅切りを使用したため、マスラオ鎧やあやみこしからの攻撃を全く気にしないで戦えたことも大きいかなとは思います。
というよりも全ての面において雨の幅切りが強すぎて縛りが縛りになってなかったなっていう気はしますねはい、まあさすが神尾三軒って感じです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。始めたばかりの方へ向けての動画やガチャ動画を定期的に投稿していますので、よければチャンネル登録をお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。